カンタリジンは、エーテルテルペノイドに分類される、有機化合物の一種。カルボン酸無水物を含む構造を持つ。含有する昆虫の一つ上海盆化にちなみ、命名された。ピエールジャン・ロビケが1810年に初めて、カンタリジンを単離した。消化性がある結晶で、水にはほとんど溶けない。皮膚につくと痛みを感じ、水泡を生じる。土半苗類、上海盆類。 カミキリモドキ類、アリモドキ類、羽根隠し類などの甲虫類が分泌する体液に含まれる。日本では夜間に10日に飛来する青キリモドキによって皮膚に水泡を生じる事故が多い。スパニッシュフライヨーロッパに分布する土半苗科のスパニッシュフライ、上海本科のカンタリスウェシカトリア、日本では豆半苗などがカンタリ人を持つ昆虫として有名である。 カンタリスウェシカトリアは 0.6%1% のカンタリジンを含む。カンタリジンを含むカンタリスは古くから難病を治すことに使われていた。皮膚外用によって水泡ができ、炎症や神経痛の治療、イボトリなどに用いられている。また、内服によって尿失禁や膀胱炎の治療などに用いられている。かつて日本薬局型にカンタリジンを主成分とする。 カンタリスが収裁されていたが、現在は削除されている。薬事法施行規則では、カンタリジン及びその化合物が、毒薬に、カンタリスとこれを含有する製剤及びカンタリジン、またはその化合物を含有する製剤が、劇薬に指定されている。また、ホメオパシーのレメディとしても内服が行われている。かつては乾燥した虫の粉を暗殺用の毒薬や、 美薬としても用いたよし。発毛剤としても使われていた。ウォルター、ハンス、コンウアムデアティレティリカンホームポティ、エンケ、ISBN 978から34億3297万8925長崎大学薬学部長崎薬学士の研究、第二賞金大薬学の導入期、伝染性難属種、ウイルス性皮膚疾患、 メルクマニュアル18番日本語版有税、ウイルス性皮膚疾患。メルクマニュアル18番日本語版。ありがとうございます。